南無妙法蓮華経。御教化に当主は大目主道本門の勧進主道下主の右利道。当主は大目主道本門の勧進主道下主の右利道。仏流街道日泉上人お示しのご教化でございます。今日は門祖上人の御免死でございますので、門祖に、関することで、特にですね、門祖上人が一番大事になさってた十二宗名を今日ご報告、大切な十二宗名、この十二宗名というんですが、十二、これから、一つずつお話しさせていただきますけど、この十二宗名の宗という字、どういう意味かというと、宗は尊いとか主とか要、こういうわけでございます。ですから十二宗名とは本門仏流宗にとっては大切な肝心要なお名前なんですね。まずこの頭に入れておけばわかると思いますので、当宗の教えの中でも信心修行の筋道を十二通りに分けて私たちに分かりやすくお名前を付けられたと、こういうわけでございますので、全体の出なかったっけ、全部の分かりました、はい、ちょっと話が生きとるうまくいっております、大変申し訳ないです。はい、出ました。12通りありますか、とりあえずですね、まず加工集読み方ですね、下集集、本門共謀集、自創宗、無知宗、新人宗、異行宗、強力宗、苦笑宗、明治即宗、興味実意味下宗、直入法華釈伏宗、この十二通りでございますので、この中でもですね、一番基本は何なのかと言いますと、今日もご教科にもありますんですけど、下士宗が中心なんですね。十二宗名の中で下士宗、二番目の下士宗。ご存知のように、一つ一つお話しますと、もう一つだけでも大変な教えになるんですけど、大義だけで今日はお話をさせていただきます。下士宗が中心というのは、当宗のご信心は皆様お分かりのように、本人下士のお題目をお保ちして、広く世間の人々に下士をさせていただく。つまり、いつもお話しておりますように、我も唱え、他にも唱え進める。というのが、この仏流宗の教え出して、信心でございます。ご奉公でありますから、下士が中心になるわけでございます。そして、次にこの格宗、格宗、格宗というのは、その下士のお題目を過去久遠の昔に、久遠本仏が菩薩として修行をせられ、それを悟られた御法を、妙法を御持にして、本家上行菩薩という方にお預けになりなして、今日、末法の今の時代、今に私たちのために与えられた。ですから、下士は過去にあるということで、過去宗。これが二つ目でございます。次にこの本門教教王宗、下士のお題目はあらゆる人々を仏にさせる根本のもので、仏様の教えもこれからできているわけでございます。あらゆる教えの王様ですから本門教王宗、
これが3番目でございます。4番目は自創宗。この夏至の妙法は仏様が久遠の昔身をもって修行せられて菩薩として人を助けた功徳によって久遠本仏という尊い姿を示された。ですから自創宗。これは皆さんよくご訪問でも聴聞ご存知だと思いますが、自創というんですから心で考えて悟るんじゃございません。姿形に表してご奉公させていただく、私たちのありがたいご信心を。一番の根本は何といってもこれはお題目を唱えることでございますね。で次は無知宗。無知とは自分の心、自分の考えを捨てて教えに従う。自分の考えを、自分の考えを捨てて教えに従う。これを無知宗という。信心宗、ご存知ですよ。これはもう教え通り、教えを聞いて教え通りすればよいわけで、これを信心宗とこういうわけなんです。7つ目でございます。次は異業宗。字の通りでございます。たやすい修行で大きな功徳がいただける異業宗。次は強力宗。御法のお力を尊く増しますので強力、御題目の力が素晴らしい。次に苦笑宗。もうこれはもうもちろんもう、妙法護持を口で唱え強力を表すのは苦笑の力でございますから苦笑宗。で次が名字即宗。どうですか。名字、名字というのは名前でございます。名称とか。即というのは即、名字即の即、即は従うとこういう意味でございます。この即についてった六即があるんですけど、名字即というのは2番目、理即、理由の理書いて理即って一応、その次が名字即なんです。要するにご信心を始めたて、ご信心を始めてありがたいと思ったとき、それが名字なんですよ。ありがたい、このご信心を始めて一番最初にありがたいと思ったとき、そのときのことを名字と言います。とっても大事なことですからよく言いますね。悩んだりなんかしてきまして、前にご信心自身が進まないと名字に戻りなさい、初心に戻るということが分かりやすく言えば、それを名字とこう言います。次は興味実意味下宗。これどういうふうに読むかと言いますと、教えいよいよ実なれば、教えいよいよ実なれば暗い、いよいよ下る。分かりますか。もう一度言います。教えいよいよ実なる。要するに分かりやすく言うと、私たちのご信心は教えはとっても素晴らしいもの、その素晴らしいご信心を知ってる人だけじゃダメ、位の高い人だけじゃダメ、一番下から人たちも救えるご信心なんだ、そういう教えですよ。教えいよいよ実なれば位いよいよ下る、こう読むわけです。ですから教えが尊く真実あればあるだけ、その教えのお力は最低の人々までお救いしてくださるよ、こういうご信心です。で最後が直入法華着服宗という、お釈迦宗、お釈迦のことでございます。直入っていうんですから、直ちに入るすぐっていうことです。当宗はお釈迦宗でございますから、着服とは悪をくじき善を表すという意味ですかね。簡単に言えば直入ですから、少しも周り道せず外のものを混ぜない、そういう意味があるわけです。ですから単なる釈服宗、釈服の上に、お釈服の上に直入こうついた、これが十二宗名でございますので、普段、毎日
ご訪問ございますけど、この十二宗廟の十二の中の一つ二つ必ずご訪問の中には入っておりますので、今文書上人は分かりやすくこの十二に分けて私たちに教えてくださって、文書上人の十三文度章という一番最初に出てくる教えでございますので、文書上人も大事なご信心をこういうふうに分かりやすく覚えてちょうだい、こういうことでお示しくださるというのがこの十二宗廟でございますので、もう一度最初から、下降宗、下士宗、本門共謀宗、自創宗、無知宗、新人宗、異業宗、協力宗、苦笑宗、名字即宗、興味実意味源宗、直入法華釈伏宗、この十二でございますので、本草上人は私たちに分かりやすく、教えてくださった十二の宗廟ということでございますので、何はともあれ一番大事なのが下士宗、つまり我も唱え他にも唱え包めるご信心、これが仏流宗の基本のご信心ですよ、そういうところからスタートしている十二宗廟の下士宗、その大事でございますので、今日はその下士宗の大事なところをご教化をいただきましたので、最後にご教化をお待たせして終わりにさせていただきます。故にご教化に当主は大目修道本門の肝心修道下士の右利道門八本書見上行書伝本人下士の南無妙法蓮華経南無妙法